ストロープワッフルストロープワッフル焼き器、ストロープワッフルとは、オランダ発祥の洋菓子の一種。格子状模様の薄くて、円形のワッフル生地の間にシロップを挟んだものである。オランダ語ストロープバファルは、ストループとバファルの合成語として、1810年に生まれた。上述の通り、ストロープバファルという語の初出は1810年であり。それは、オランダの都市ゴーダにて、 ジェラルド・コンプソンなるパン職人がパン屋を開いた時に発売したものであった。彼がこのワッフルを開発したのは発売年以前の19世紀中、あるいはもっと古く18世紀後半とも考えられている。パン屋の残り物の材料で作った安い菓子として普及し、当初はゴーダのワッフルと呼ばれていた。 ストロープワッフルについての現存最古のレシピであるデコンプソンシルーポワファルはカンプハウゼンの店が1840年に記したものである。19世紀中は貧乏人のクッキーと呼ばれていたくらいであるがゴーダのワッフルとしてちゃんと市場でも売られていた。デコンプソンシルーポワファルが伝えるところではこの年1840年のゴーダでは 100件のパン屋がストロープワッフルを売っていた。そしてまた、1870年までは、ゴーダがストロープワッフルを売っている、唯一の都市であった。この都市を境にして、以降、ストロープワッフルを売る店は、ゴーダ以外にも増えていったがしかし、発祥地、ゴーダでは数を減らしていき、1960年頃になると、店舗数は17にまで激減している。そして、 2010年代半ば現在では、わずか4件が残るばかりとなっている。そのうちの1件は、黎明期から商われている老舗であり、1880年という古い時代に書かれたレシピをカくなに守って、伝統的なタイプのストロープワッフルを今も作り続けている。一方、海外では、スーパーマーケットや土産物屋などでもストロープワッフルが売られている。 海外で売られているものの中には、オランダ国内より安く売られているものもある。アムステルダム式、ストロープワッフルワッフル生地を焼くときに途中で半分に切って、片側の表面にシロップを塗って、再び重ねて焼き上げるという作り方をする。都市ゴーダで今も飽きなう、最も古い店の最も古いレシピでは、シロップは両側の表面に塗ることになっている。 直径1 0トルのものが古くから作られているが、現在では5センチメートルから2 5トルまで様々な大きさのものが作られている。アムステルダムではホットコーヒーのカップ状にストロープワッフルを乗せ、ありがとうございます。